アーネストリー、2005年生まれの8歳。父はグラスワンダー、母レッドルダムール、母の父トニービーン。女王ブエナビスタを破り、日本レコードで G1 宝塚記念を制覇しております。重賞5勝を挙げた、グラスワンダーの最高傑作アーネストリーご紹介させていただきます。体高は165センチ、胸囲188センチ、範囲21センチ、馬体重は558キロございます。近いですね。アーネストリーは2歳から7歳にかけまして29戦士10勝、総収得賞金5億8290万円余りを叩き出しました。重賞だけ拾っておきましても、日本レコードで勝ちました宝塚記念、 G2 戦ではオールカマー、札幌記念、金庫賞に優勝、そして、G3 戦中日新聞杯の優勝、3着にはなりましたが天皇賞秋、それから宝塚記念と、トップホースの活躍遺憾なく発揮しております。2011年の G1 宝塚記念では、除血のブエナビスタ、ダービーバ、エーシンフラッシュ、強豪ルーラーシップといった、強力メンバーを相手に一馬身半差で完勝しました。2分10秒1は阪神芝 2200m のレコードタイムです。アーネストリーは、強力な先行力を武器に重賞競争5勝、合計10勝を挙げる確な活躍ぶりを示しました。アーネストリーの父は、トースタリオンで経営しておりますおなじみの名勝馬グラスワンダーです。グラスワンダー後ほど、はい、また登場していただきますけれども、昨年も京都大賞典を名勝関白が制し、障害の重賞を茂る重略が制するなど、3区、多数活躍しております。母のレッドルダムールは3勝馬、3区にはアーネストリーの他にドリームゴスペル、グッドラックハンデなど3勝を挙げております。またオールキャスト、ヘビーインパルスなど、活躍馬が出ております。このアーネストリー、配合の特徴といたしましては、父系母系ともにですね、サンデーサイレンスの血を含んでおりません。父がグラスワンダーで、母父がトニービーンでございます。今増加の一途をたどっておりますサンデー系繁殖、これに対する配合はもうオールカマーでございますので、ぜひアーネストリーのご配合を皆様ご検討いただければと思っております。種付き量ですが、フリーリター特約付きで具体条件50万円、出生条件80万円の設定とさせていただいております。グラスワンダーの代表3区、ドリームレースの勝ち馬アーネストリーを皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。全然そうそうそう、無視できないんだよ。